日本の特撮映画やテレビにおいて SFX が主となるシーンまたはカットの演出を担当するスタッフのこと特技監督または特殊技術とも呼ばれる特技監督は東方やその流れを組むつぶらやプロで多く用いられる名称で特殊技術チームの中に美術班照明班などとともに併地される撮影班の責任者である 撮影監督イコール特殊撮影監督と区別する意味合いがある。1940年頃、つぶらや英二が特撮カットの多い映画を制作する上で、一本の映画を二人の監督が演出するという方法を取ったために生まれた役職である。特撮カットについては演出の全権を持ち、本編カットとの連携を含めて作品全体についても、 監督とほぼ対等の発言権がある。このシステムは大量の特撮カットを効率的に撮影できるというメリットがある反面、監督と特撮監督が不仲になるなどの弊害もある。また、実質的な二人監督制ということで、東方特撮の前世紀、黒沢明、岡本喜八など監督としての名声を得ていた人々は特撮物を主観する。 田中智之プロデューサーの担当に属しながらも、絶対に、この種の企画を引き受けなかった。この日本独特の方法は、現在も脈々と受け継がれている。ありがとうございます。